今日テレビの修理来てもらいました。テレビさらにしたようなもんなんでね。こいつこいつ、こんにちは、カムカムです。ということで今日テレビの修理来てもらいました。直って見れるようになりました。聞いてた、楽しみにしとってんな。うん、はい。先週の水曜日うつらんようになって、でまあすぐ修理来れることやったんけれども、僕の都合で休みの日にしてくださいということで、まあ来て、まああらかじめ症状は伝えとったんでね、まあ割と修理は早かったんですけれども、まあこれ当然下ろして、で裏ね、裏ここのまあ外して、で基板とかねいろいろ外しとったんで、まああの音は出るけど画面が映れへんっていう症状で、でも真っ暗になるんじゃなくてうっすらついてたんで、まあまあバックライト死んでるわけやないしとか思っとって、で基板とか外し出したんで、まあそれだけ交換したら治るんかなと思ってたんですけれども、なんと基板もコードも全部外して、で新しい液晶を持ってきて、それに元々外した基板とかコードとかを全部つけるというね、あの液晶交換という。まあだからこの画面皿なんですよ。だから結構今ね綺麗に映ってます。というかもう皿、もうテレビ皿にしたようなもんなんでね、液晶皿になってることは、まあ、ほとんど地上波見ひんねんけど、こうやって YouTube 見てるんでね、 YouTube が大画面で見れるようになったんで、まあ、パソコンでも見れてんけどね。でまあ昨日の F1 だけども、テレビジャーは、ダゾーンで F1 見たんやけれども、また今度大画面でモナコグランプリ見てみたいと思います。こいつこいつ、テレビ見れるようになってよかったな。お前こんなんしとってんな。ということでテレビが直ってよかったという話でした。よかったぞ。またよかったらいいねボタンとチャンネル登録お願いします。バイバイ。バイバイ。最後は殴り合いで。めちゃくちゃやなこれ。本人動画見てどうですか。ということでさよなら、バイバイ。